こんにちはフリーズボロ山本まりです。8月の半ばから学校の授業も始まりました。夏休み日本で過ごされた方々もこちらに戻ってきている時期だと思います。暑い日が続いておりますが夏バテに気をつけてお過ごしください。ではお知らせに入ります。ガソリン価格が引き続き下がっているようです。トリ AAA によりますとアメリカ南東部でのガソリン価格は8月の1週目はその前の週と比べて5、6セント安くその えー、1月前ととと比べてても20セント以上安くなっいいるということですテネシー州でのガソリン平均価格も32日間連続で下がり続けており8月の2週目にはガソリン平均価格が2ドル 32, 32セントを記録し1週間前よりも5セント1か月前よりも20セントそして1年前よりも92セントも安くなっているということです。 そして私たちの住むラダフォード郡でのガソリン価格ですが、8月の2週目の週は平均2ドル10平均価格は2ドル17セントで、その前の週よりも10セント安くなっているということです。専門家によりますと、このガソリン価格の低下はもう少しの間は続くだろうと予想されているそうです。次のお知らせです。 テネシー州の保健局では州民に対し C 型肝炎にかかる人が増えているため注意を呼びかけています C 型肝炎は精子に関わる病気でウイルス保持者の血液に直接触れることで感染しますテネシー州で急性 C 型肝炎にかかっている人は過去7年間で3倍に膨れ上がりそれでも確認されているのは氷山の一角に過ぎないだろうと州では話していますまた急性 C 型肝炎に加えて C 型肝炎にかかり肝臓の細胞が崩れて 壊れていることに気が,か気がついていない慢性の患者数は州内だけで10万人以上と予想されています現在 C 型肝炎のワクチンはなく感染者の血液に触れないことが一番の予防となっているそうです州内での感染が広がっている背景には合法・非合法の両方を含む痛み止めを打つ,打つのに汚染されている注射器を使用している人がいるためということです 新型肝炎は感知する場合もあるようですが、70%から80%の場合において長期間にわたり症状が出るものです。初期の症状、初期のうちは疲労、腹痛、尿の色が濃いなどの症状が出ますが、ほとんどの人は肝臓癌や肝臓低下、 肝臓機能がが低下すするまでで気がつかないといととうことですアメリカ疫病管理予防センターでは1945年から1965年生まれの方とこれまでに汚染の疑いのある注射器を利用したことのある人そして消毒してない針での入れ墨やピアスをした経験のある方は検査を受けるようにと呼びかけています。 早めに治療すれば感知,をする感知する確率も高くなるということです現在アメリカでは C 型肝炎が血液媒介感染の一番一般的な病気となっており約300万人の患者がいますまたアパラチア山脈周辺のテネシー州を含む4つの州では2006年から12年までの間に感染者が354%も増加したということです 感染し,ましてしまうと大変な病気ですが感染に気が付かない方が多いようなので定期健診などで検査してもらうように心がけてください。次の知ららせでです日本では小さいうちから子供 小さいうちからお使いやお留守番をさせることがあるのですが、以前番組をご覧になっていらっしゃる方から、テネシー州では子供もを留守番させるのに年齢制限はありますかとの質問を受けたことがあります。調べたとこ調べましたところ、テネシー州では法律で定められた留守番の年齢制限はなく、親の適切な判断に任せるということです。ですが当然のことながら、10歳になるまでは留守番をさせるべきではない。また10歳の子どもでも留守番は短時間にするようにとの、 10代の子どもでも留守番は短時間にさせるようにとの注意書きがテネシー州のホームページに載っていました。 アメリカでは小さい子が留守番をしているのが分かると近所の人が心配して通報することがありますまた短時間子供を車に残したまま車から離れた場合にも警察に通報されます日本では当たり前のことでもここでは当たり前でないことがたくさんありますのでご注意くださいまた子どもの安全についてもまとめてみましたアメリカでは1年間に3000件から5000件の誘拐が起きていますそのほとんどは強引に子供を連れ去るというよりは子供の興味なありそうなものをし し、ついてこさせるという方法が多いようですまたそのうち200件から300件は殺人などの凶悪犯罪につながっていますですので少しでも誘拐などから子どもを守るために次のような注意が必要ということですまず小さいうちから子どもに自宅の住所や電話番号を覚えさせる日本の百当番にあたる911番のかけ方を教える ショッピングや友人宅を訪ねたときなどに決して子どもから目を離さないようにするまた親の目の届かないところでは絶対に遊ばせないようにするそして何があっても子どもを一人で車の中に残さない子どもが一人でいるときや親がお風呂に入っているときなどに知らない人が来ても決してドアを開けないように教える。 また電話口でも相手に1人でいることがわからないように例えば留守番の途中でもお母さんは忙しくて手が離せませんと言う,うように教える学校やデイケアからは1人では帰宅させない代わりの者のに頼む場合はパスワードを教えておき迎えに来た者が信頼できるか子ども自身が確認できるようにする。 混んでいるお店などで離れてしまった場合には例えばレジやセキュリティなどに行くことを子どもに教えておく親が子どもを探すためにお店の中を歩くのであって子どもに親を探しに歩き回ることはさせないようにする危険を感じたら叫ぶなり逃げるなどの行為を取ることで周りの人に気が付いてもらえるということを教えるまた近くに変な人がいたらすぐに親に言うように教えるインターネット上で子どもがどのページを見ているのか把握するそして子どもに個人情報は載せないように教える。 いるオンライン上で知り合った人とは決して会わないようにするえそして子どもの履歴や病歴の書いてある書類はいつでも出せるように用意しておくまた子どもの最新の写真をきちんと撮っておくそして子どもたちにお巡りさんは怖い人ではなく何か,き何かあった時に助けてくれる人だということをきちんと理解させる以上が町のホームページに記載されているえチャイルドセーフティーですので参考にしてみてください。えイベント情報があります ナッシュビルジャパニーズフィルムフェスティバルナッシュビル日本映画祭が8月28日から30日までナッシュビルダウンタウンの北側にあるワトキンズ・カレッジ・オブ・アーツ・デザイン・エンド・フィルムで8月28日から30日まで開催されます初日の28日金曜日は午後6時からオープニングレセプションが行われますレセプションのチケットは15ドルでこちらの申し込みは8月23日までとなっております そして午後7時半からはスタジオジブリのを題材にしたノンフィクションのドキュメンタリー映画夢と狂気の王国こちらは鑑賞用チケット10ドルとなります次の日29日土曜日は午前11時から福岡のラーメン屋店主の奮闘を親子2代にわたって描いた人情ドラマ映画ラーメンサムライ鑑賞は無料となります。そして午後1時半からは日本の女性さ 日本の女性作家湯吹うきさんの長編,長編小説を現在原作とした映画四十九日のレシピ鑑賞は無料ですそして午後4時からは江戸時代に包丁侍として,として料理の腕を振るった武家に嫁いだ主人公を描いた映画武家の武士の献立こちらも鑑賞は無料となります。 そして午後6時半からはキられ役一筋の俳優の人生を描いた「うずまさライムライト」こちらも鑑賞は無料ですそして30日最終日8月30日日曜日午後1時からは日本一愛されるラーメン店の裏側に隠された主人公の人生をドキュメンタリーで描いた映画「ラーメンより大切なもの」こちらも鑑賞無料となりますそして午後3時からは2011年の震災 大震災後、笠間焼きを通じて不完全な人生を受け入れるほろ苦さとものづくりの癒しの力をえ描いた映画、笠間焼き鑑賞用チケットは一枚10ドルとなりますそして午後5時からは二人の女子高生を描いた映画賢い犬は吠えずに笑う友達どこまで許せますかとなっておりますこちらも鑑賞用チケットは一枚10ドルとなりますすべての映画は日本語で放映され英語のサブタイトルが付くようです鑑賞チケット データを当日入り口で購入することができます。大学内ですので、えー、駐車場も無料となっております。えー、場所はワトキンズカレッジ、オブアーツ、デザイン、アーツ、デザインエンドフィルムアドレスは2988ロサエルパークスブルーバードナッシュビルとなります。 お知らせは以上ですえ。ナッシュビル日本国総領事館の呼びかけによりメトロナッシュえメトロナッシュビル市とテネシー日米協会と共催でえ毎年春に行われている桜祭りえ来年の準備が始まっております。舞台で何かを披露したいという方やブースを出したいまたはお手伝いをしたいと思っていらっしゃる方はぜひ。えー テネシー日米協会日本語ライン六一五五五六一九二八まで連絡を入れてください。来年の桜祭りは四月九日となります。では失礼いたします。こんにちは、マーフリスボロー山本まりでした。ごきげんよう。